どうも、クーリンです。先日皆さんにお伝えしたんですけども、元クーリンズの矢内、草野球から NPB 入れということで、独立リーグ徳島インディゴソックスから NPB 入れを目指して挑戦してたんですけれども、残念ながらですね、実力不足ということで退団。プロ野球選手を目指した道のりは終わってしまいました。そんな矢内が徳島から東京の方に帰ってきましたので、美味しいものでも食べさせて、ちょっとね、元気出してもらおうというふうに思っております。とりあえずですね、家に呼んでるんですけども、もうそろそろ来ると思います。失礼します。ご無沙汰します。じゃあうち、お疲れ。お疲れ様です。まあ、とりあえず、まあ、まだ気持ちの整理ついてないかもしれんけど、まあ、2020年、まあ、ちょっと途中で退団という形で終わったけど、はい、まあ、今シーズンちょっと振り返ってみてどうだった？まあそうですね、アンダースローだったり、まあ、今年は上から行く気持ちだったりとかっていう、まあ、気持ちの整理とかが。ああ、最初シーズン当初ね。そうですね。体重6キロ増やして上から150投げたるって感じでいったもんね。そうですね。そこから、まあ、横にして、でそれからまあ下に下げようとしてっていうので、ちょっと、まあ、自分がついていかなかった部分が、でもその8回抑えた投球で俺はなんか手応えあったんかなと思ったけど、そうでもなかったんや。そうですね、まあ、その8回抑えた時もまだフォームはもう決まってなかったというか、監督と話してアンダーにするっていうのがもうゴールだったんで、まあ、それをやってて。ああ、なるほどね。あの8回抑えた時はもうどんどん下げていこうとして、そうですね、いまいちそれが調整しきれんかったんや。そうですね。それでまあ投げて抑えれずに、でまた、まあ、リベンジ登板なんですけど、まあ、すぐその後投げて、その時もまだフォームは固まってなかった状態で、まあ、これでいいのかなっていうまま行ったんで、でもそれがそのまま結果として出たのかな。なるほどね。まあ結構ね、登板自体も中十何日空いてとかね、まあ、このコロナ禍の中での試合でね、まあ、決まってた試合とかもね、急遽中止になることもあったやろうし、まあ、難しい中ではね、登板でしかもかつフォーム変えてもあったけどね、燃え尽きた感はあるの？そうですね、もうやったのかなとは思います。まああのね、サイドとかアンダーにしたっていうのもね、まあ監督と話して一応納得はしたもんな。そうですね、上からも投げたかった気持ちあるかもしれんけど、まあ、周りがね150キロ超えるピッチャーばっかりの中でね、まあ多分ね、本人も言ってたけど150キロをね、去年の段階で投げてなかった自分のせいですってことを言ってたし、まあ、周りと比べて自分のまっすぐが劣るっていうね、だったら変則でプロ行く道っていうのを勧められて今回頑張ったけどね、まあ、やりきったなと俺はね、すごい良かったなと思うよ。そうですね。でもどうすんのこれ今後、もう徳島は引き上がったんでしょ？徳島、まあこれからになるんですけど、まだ今後のことは考えてないというか。あ、そうなんや。そうですね、一旦。え、野球は？野球はどうすんの？いや、まあ、もう本当に考えてないです、ね。今のところ何も考えてないです、ね。まあ一回ちょっと離れてみて考える感じか。そうですね。今まで結構な即断即決で、そうですね、決めてきたから、一回ね、将来どういう風にじゃあしていこうかとかね。そうですね。決めてもいいかもね。まあ心機臭いからちょっと。お前らしくないなーって感じだけど、まあそんだけね、ちょっと今やりきってね、なかなかねリセットしづらいと思うから、とりあえずまあカメラの前出てきてくれたし、まあ、みんなに報告もできたことやし、まあこれからねうまいもんでも食いに行こうや。ああ、そうね。お、ちょっと戻ったね。ちょっと戻ったね。美味しいもの、はい、まあやっぱりね、あのリセットするには食からということでね、はい、ということで皆さん、あの矢内のですね2020年本人に振り返ってもらいましたけれども、まあなんかいろいろと
まあ、フォーム変えたりとか、まあ、登板のチャンスがね、このコロナの中で難しい中でも、まあ、本人はやりきったということなんで、まあ、自分的にはやっぱり、まあ、応援してよかったなというふうに思いますので、まあ、今後ね、矢内がどういうふうな人生を歩んでいくのか、まあ、野球ちょっと一旦ね、いきなしこうプレーというよりかは考えたいみたいなんで、まあ、何も言わずにちょっとまた矢内がなんかこう決心ついたら皆さんの前でご報告したいと思います。矢内くん、最後にちょっとずっと応援してもらった皆さんに。そうですね、はい、この度、インディゴソックスを退団することとなりました。今まで応援してくれたファンの皆様、本当にありがとうございました。あ、以上ね。以上です。以上ね。以上です。はい、ということでございましたので、矢内くんのね、まあ、今後に期待でございます。それでは、今日の動画は以上となります。